ちらのギターの改造ですけども、アリエクで買ったやつ、まあ、結構このブリッジでいいかなと思いつつも、若干一弦が弦落ちすることの、どうだろう、まあ大丈夫かもな、1週間ぐらいすりゃ慣れるかもなって思ってて、次のギターの改造に移行しようかと思ってたんですけども、コメントいただきまして、田中さんという方から教えてもらいまして、こいつは多分 VS100N っていうウィルキンソンバイコトっていうブリッジなんですけども、で候補に上がってたものの使ってないこいつはウィルキンソンの VS52K です。バイコトじゃないやつっていうやつ で分かりやすいように言うと、このスタッドからスタッドまでの位置をこいつは 56.8mm で設定してあるブリッジだ。でこいつは 56mm で設定してあるブリッジだと。弦と弦の間の距離の弦ピッチっていうのもこっちの方が実は狭いというのを教えていただきまして、僕はこっちの方がなんかこの丸が左の方にあるような気はしてたんだけど、最終的にはここのグッと幅が狭いのはこっちだってことを教えてもらいましたので、じゃあとめんどくさいけどと、昨日一生懸命これセットしたんだけど、新品の弦を張り終わったんだけども、この弦外してこいつに入れ替えた方が一弦の弦落ちしなくなるってことを教えてもらったんで頑張ります。もう一回、こういうことは実験ですから、早めにトライして、早めに何かを修正していく。まあ、こういうタイプの形の後藤さんのやつは 56.8mm あるから、本当は弦ピッチが広いっていう、こっちの方が短いってことなんで、入れ替えます。まあ、次の改造ね、何をやる予定だったかだけちょっと喋りたいんだけどねっていう。はい、前に、だいぶ前にもう、どうだろう、6、7年前に改造してて、かなりお勉強した、このテレキャスターのボディで、バビッツのブリッジをつけて、ハンバッカーで、ストラトっぽいピックガードをつけてるっていう、このギター。だいぶ僕、テレキャスでハンバッカー2つっていうギターが増えてきて、かなりいい音が出るっていうのが、かなり揃ってきた。まあ、これも良かったんですけどね。すんげえいい音するんですけども、まあ、人間ってのは飽きるからさ、何に飽きたんですかって言われると、ここに飽きたんだよ。この線に。この線に飽きて、ね、ここはこうなってた方がいいなって思っちゃったんで、なんかこういう風にスキーのジャンプ台みたいにシューって滑ってってクイって飛んでいくみたいな、この形の方がいいなって思っちゃったもんで、で思いっきりストラトみたいなテレキャスターを作ろうと思って、これのこういう感じ、3ピックアップ。で、ここは切ります。こうやって切ります。3ピックアップにしようかなと思ってるんですよ。なので、このハンバッカーを諦めて、バビッツのブリッジを外して、こういうハードテイルのアームついてないブリッジか、もしくはこういう銀色の。まあ、こいつ一応、当てがってみたんですけど、こいつはちょっと位置的な問題が出たんで、1個、Amazon で注文しましたんで、ハードテイルのブリッジにして3シングルにするんだけれども、どれか1個をハンバッカーにする。その上で実はじゃーん、アンティクイティ2って書いてあるけど、本当に2かどうか知らんけど、アンティクイティの今までとちょっと違う箱を入手しました。でこいつはシングルコイル2つです。シングルコイル2つのアンティクイティ。まあまあ、僕がハンバッカーのアンティクイティピックアップが気に入ってますよ、つって何個も買って何個もつけていると。じゃあ、シングルコイルのアンティクイティってどんな音するんや。で、しかもハーフトーンになるように、こっちがリアかフロント用、どっちかってやつ。上下、こうってこと。こいつセンター用っていうふうに、こうつけるかこうつけるとハーフトーンでパコパコの音がするんじゃないかっていう。アンティクイティのシングルピックアップを2つゲットしましたんで、そっちの改造もやっていきたいと。まあでもまずはあっちね。
で、その前に一応このアームのね、こう、この幅が、太さが5ミリのアームばっかり家にあって、どうもこいつらの穴が5ミリだとブカブカだからっていうんで、それも、それはサウンドハウスさんに注文しましたから、それらが多分月曜日、火曜日あたりに送られてくるんじゃないかと思うんで、その前にこいつを、こいつに入れ替えてみたいと思います。はい、というわけで、20分ぐらいかかったかな、20分ぐらいかかったけど、ブリッジと弦交換しました。弦はさっきのまんま、さっきのまんまの弦を流用するのに20分はかかるってことですね。交換しました。で、まあその感触、めっちゃくちゃ変わんないよね。1ミリ以下の話だもんね。まあでも、弦間は短くなったんだろうなって、その数値的にも。まあ、ここのね、ここの角っこが、ちょっとこっちに行って、弦間が短くなった。とするならば、まあ数字上では、ちょっと楽になってるはずっていう。まあ、またちょっとこれに、弾き慣れないと少し、いい感じのプレイはできないかもしれない。で、これがリアの音。いい感じですね。フロント、スタッドのネジ問題で、スタッドも交換しようと思って、いろいろ持ってるだけのスタッドと持ってるだけの六角レンチ全部触ってみたんですけど、どれも合わない。なんやそれっていう、どういうこっちゃっていう。で、唯一一個だけ他のギターで使おうと思ってるのは、これプラスドライバーのスタッド、こいつはまあ使えるよねっていう、なんだかなと思いながらも。で、今は、実は、このブリッジに変えたら、アームアップすると、ここがピックガードに触るっていう事案と、まあ、それは本当はどうでもいいんやけど、ちょっとカットすればいいんやけど、アームってここまで行くかなって、こう、緩めるとね、完全にこの、ほら、ここまでバネ完全に緩んじゃうっていう。で、今まあブリッジを変えてみて、このセッティングで良くなったかどうかは、実は僕はこのフレーズで決めています。イーグルスのホテルカリフォルニアのジョー・ウォルシュの最後のここのフレーズ。弾けるんだったらいいセッティングになっているって僕の中では判断してるんですよ。かろうじて弾けるね。もうちょっと慣れれば。まあ
顔で弾かないといけないんで。上がんないね。ってことで、あとはこのアームバーが送られてくるのをちょっと待つって感じです。今日はこれ見て。 See you.